私の人生なんてクソみたいなもんだと思うんですよね。普通の家に育って、それなりに友達も彼氏もいたりして、高校2年生くらいのクリスマスには初めて彼の家でおセックスなるものを経験したりもして、大学入ってサークルの飲み会で安い殺虫剤みたいな焼酎を煽ってゲロ吐いて、大丈夫なんて看病されて、彼氏になってまたおセックスして、仕事探して、面接受けて落ちて受けてまた落ちて、不特定多数のベーシックスタイル、どうなんですかこの人生。おい、くだらねえな、実にくだらない。